皆さんお元気ですか？カカジーです。あ、ごめんね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 。はい、今日はね、このベタのプラカットちゃんたち、いよいよ本日ペアリングですぞ。結構ね放置しちゃった。その放置の間に見て、これちょっとした注意喚起的な意味もあるんだけど、あのギャラクシーちゃん見て、どんどん黒が、ちょっとピントこい。よし。ほら、黒がなくなって、どんどんブルーになってる。これ前もあったんだけど、メスちゃんもそうなんだけど、最終的に普通のブルーになるパターンだ、パティーンだ、これ。ちょっと、モスちゃん、アピールがすごくて、ヒレがボロってるんだけども、かなり、メスちゃんもやる気がほら、近づくでしょ。で、オスちゃんも、目て、合わす、がっつり作ってます。なので、もう今でしょ、みたいな。で、おそらくこの二人から生まれてくるお子は、若い時は、ギャラクシーだけど、どんどん全身が青くなってくパッティーンでしょってとこなんだけど、まあそういう変化を楽しむっていうのも一つの、あれかなって思います。ってことでいきますよ、まず上の、はい、隙間にこのメラミンスポンジで塞いでました。ジャンプしてね、飛び出しちゃうからね、ベタちゃんね。さあ、そしてよいしょ、蓋を外します。はい、蓋を外して、あ、やばい、合わせが壊れる。はい、で、お、もうこのまま行っちゃっていいんじゃないの？どう？このままこう、よっ。このまま、こう、こう、ここに今合わせがあるんで、あ、出てった。よーし、ご対面。大丈夫かな？やばい、やばい、こう、殺し合いとかしないかな？ちょっと、Amazon 6ビット社がこの短期間でめっちゃ増えて偉いことになってる。よいしょ。はい、ご対面。え、ちょっと待って、もうなんか絡んでね、もうなんか早く早くしてよみたいな、早く繁殖しようよみたいな、メスちゃんのピントが合わない。よっ、よいしょ、こんな感じで、あ、いいですね。どう？お、お、お、あ、つついた。やばい。つつくのはやめて。オスちゃん、つつくのはやめて。優しく、優しく。あー、でもメスちゃんもめっちゃアピールしてる。めちゃめちゃやる気満々ですやん。もう。どう？いやー、ちょっと怖い。あ、あ、あ、あ。どうかな。お、これはちょっと、おっさん、うまいことやって。うまいことやって、うまいことやって。刺激して促してるのか。うわ、やば。メスちゃんの成熟具合もバッチリな感じがあるんだけども。おー、頼むぜ。お二方、うめえことやっておくれ。殺し合わずうまいことやっておくれ。いやー。あー、ちょっとメスちゃんが逃げ始めてる。まだなのか。まだなのか。ここまでこう攻撃的でもないので、なんか産卵を促してる感じのつつき方な気はする。ほら、アピールと、いや、
どう？お願いだ、仲良くやってくれ。これは長期戦か。うおー、あ、メッシャンの周囲をぐるぐる回ってやっぱり促してんだけど、メッシャンがそこまでスイッチ入ってないのかな。まだ砲乱まで行ってないのか、もうちょい様子見なのか、ちょっと待ちすぎたかなって思ったんだけど、ああ、メッシャンがちょっとまだやる気ない感じ？カカジーチャンネル。ああ、隅っこに退避してじっとするようになっちゃった。にゃー、おっしゃんは手前のアワスの下にスタンバってる。いやー、クイッとダメかな。いやー、ペットボトルに戻る感じ。あー、ダメだね。思ったよか、メスちゃんが。おっしゃんはやる気満々で、まあ、つき具合も結構優しめにやってるんで、いや、でもこれでもメスちゃんが、やる気出さねえ。やばい。うわぁ、逃げ惑ってる。あ、ダメだね、これね。一回、ペットボトルに戻すか。ちょっとダメだね。ほら。にゃー。あー、ダメだこれ。パニックになってる。完全にパニックですわ。このままだと弱るね。うわー、残念。第1回目お見合いは失敗でございます。マジか。うわー、行くかなと思ったんだけど、いやー、ダメだ。これでちょっとつつかれてスイッチ入るといいんだけど、あー、ダメだな。拒否反応を起こしてる。ベタはここが難しい。こうやってメッシャンにやる気がないとこういうことになるっていうね。あ、もう下でじっとしてる、やばい。で、ここでまた隔離するのか、ちょっと様子見てちょっと待つとメッシャンがやる気を出すのかみたいな、さじ加減がね、難しいのよ。わからないの、カカジにはそのさじ加減がわからない。前にホワイトベタで産卵孵化までこぎつけた時は、ちょっとね、我慢して様子見てたのよ。そしたら、産卵、なんだろう、産卵活動始まったんで、ちょい待った方がいいのか。でもあんまりこう引っ張りすぎると、このまま放置して朝になったらメスちゃんがプカーって死んでましたっていうのは過去はありました。これが難しい。でもメスちゃんのお腹の膨れ具合から見てももう放卵がっつりしてると思うんだよね。ほら、すごいでしょ。餌をふんだんに与えて過ごしていただいたんで、ぶっくりぶっくり。ああ、ダメだ。じっとしちゃってる。かなりやばい。かなりバテてる感が、心拍数上がって、バテてる感があって、おっしゃんが、あれ？あれ？死んだ？みたいな。いやー、もうちょっ
と様子見てダメならペットボトルに戻ってもらおうか。まあこの体色の変化を考えると、ギャラクシーの間はまだまだ若いってことで、この体色変化が完了したぐらいが頃合いなのかしらみたいな雰囲気もあるよね。やばい、メスちゃんが止まってる。で、オスちゃんもちょっと戸惑ってる。あれ?みたいな。あれ?なんか違ったかな?みたいな。手順合ってる気がするんだけど、あれ?あれあれ?みたいな。これで攻撃的なオスちゃんの場合は、メスちゃんがこの状態になってもさらに追い打ちをかけてツンツンしてつつき殺すんだよね。っていう意味ではだいぶ紳士的な気はするんだけど、うわぁ。カカジーチャンネル。もうなんかメスちゃんが目をキョロキョロこっちに向けてるのが、早くちょっと助けてくんないみたいな。あのケースに透明の入れ物に戻してよみたいな、そんなことを訴えてるようにも見えなくもない。いやーマジか。これでもう一セッションやって逃げるようなら元に戻ってもらいましょうか。あ、オス、オスちゃん動くぞ。いやーでもやっぱりほら、優しい。このオスちゃんはかなり優しい子ですよ。メスちゃんとりあえずここにいれば攻撃はされないって学習したんで、今じっとしてるよね。お、どう、あ、攻撃した。そしてメスちゃんがやる気ない。あ、ダメだこれ。これは戻そう。ダメだ。ダメだこれ。多分死んじゃう。死んじゃう死んじゃう。やばい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 。いやー、しかしこう、黒青じゃなくなってきちゃったけど、綺麗なブルーだね。こんな綺麗な青い淡水魚っていないよね。アーリーあたりは多いけど、あれってちょっと水質も超硬質で特殊だったりするんだけど、まあ、ここまでベターっと青くないよね。ベタだけに。ベターっと青くない。あー、ダメだね。メスちゃんがやる気なスイングです。投入したときちょっとやる気あるかなって思ったんだけどね、ちょっとこう、2匹が、こう、クンズホグ列になりそうな雰囲気がちょっとあったんだけど、そこでうまくいかないとこの状態に入っちゃうっていうのは過去にも経験済み。あー、ダメだ、ダメだ、ダメだ。あー、あかん、あかん、あかん。はい、ということで、また、隔離します。同じ状態戻すんだけど、ちょっと水が汚れてきたんで、水替えしつつ、またペットボトルに戻して、ペットボトルもちょっと洗ってね。はーい。やばい。ちょっと、はい、ペットボトルちょっと洗ってきて、水替えの準備してきますわ。ちょっとその間、状況変化があると、ありがたいんだけど。カカジーチャンネル。水替えの準備をしてきましたよ。ほら。よいしょ。よいしょ。こうしようか。OK。メスちゃんどこに隠れてる?あ、こっちの上にいるのか。よいしょ。ちょっと前に出して。ダメか。残念。よいし、よいし。ダイソーさんの水替えホース。これが、なんだかんだ一番、カカジーは使いやすいかな。水がどんどん出ててくれるし、こういう糞とかもとってもよく吸ってくれる。はーい。はーい、残念。また、また今度やね。ちょっと次回は、オスちゃんの退職が真っ青になるまで待つか。
まだまだお若い2人でしょうから。よいしょ。よしよし。よしよし。OK。ちょっとかな。よし。よいしょ。よし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 、まあ、こんなもんでいいでしょう。よっよっ、そしたら組み置き水のペットボトルをドボ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 って、しかしまあ思った予感いかないね。やっぱりベタちゃんは難しすぎ。あのヨシプリ師匠もエキスパートですよ。メダカの繁殖とかめちゃめちゃエキスパートのヨシプリさんって方がベタやってもやっぱりね繁殖までこぎつけられなかったっておっしゃってた。かと思えばなんかねサクサク繁殖してらっしゃった方もね過去ちょっと絡みがあった配信者の方でいらっしゃったりとか。わからんね、わからん、わからんなんでやろう、なんか要素があるんだろうな。水質なのか何なのか、温度なのか、この照明当てる時間なのかってことで、ペットボトルちゃん、ペットボトルちゃんを戻して水入れて、よしよっ、網ちゃん、あれまさか、あれなことないか、たまたま水替えで逃げまとってるだけ。これがきっかけになって繁殖が始まったりして、水替えの水質変化がスイッチになったりして、あーダメだダメでした。よし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 、上まで上まで、OK、はい、ということで水替えが完了しましたよ。あーダメか、ちょっとメスちゃん奥行っちゃったね。メスちゃんメスちゃん、ちょっとアマゾンフロックビットちゃんがえらい水面を覆い尽くしててどうしたらいいんだろう。よいしょちょ前出てきて、オッケーオッケーオッケー、一個だ一個だよ、はい、って感じで、残念ながら、よいしょ、ちょ、この向きだと、この向きだとうまくいけねえ。よしよしよし、よしよしよし、よしよし、はい、うまいこと入って、いやー、失敗した。下手くそか。頭から入ってって。そうです、あ、ちょ、あ、ちょっとどんどんアマゾンフロッグビットちゃんが増えてきて、やばい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 、うまいこと入ってくれねえか。あ、こうしよう、ちょっと指でガードをして、指でガードをして、あー、いた、うまい、これだ、指でペットボトルの口をガードして映ってねえっていうねまさかのカメラに映ってないっていう事態でしたけども、はい、いやー戻ってもらいました、残念。まあ、これでまたしばらく、この状態で過ごしていただいて、
まあ、メスちゃんのやる気を伺って、また次回次回残念、乞うご期待、次回に乞うご期待ってことで、お二人にご飯あげようかな。かかじいチャンネル。いやー、行くと思ったんだけどな。はい、こんな感じで、餌は光ベタのいいやつ、いいやつをサプリの容器に入れて、しけらないようにしてるよ。で、こうやって手に出したら、まず、こちらね、ペットボトル、あー、めっちゃ食べないな、これ。ちょっと落ちちゃうから先に。おー、食べた。はい、こんな感じで、もうなんか手が来ると餌が来るぜ、みたいな。はい。ウィーン。下からにするか。はい。お、いいっすね。こんな感じで、この、取ってるところに、ポトポトって落とすと、はい、食べに来た。メスちゃん、ちょっと、落ち着いてから餌あげないと、消化不良も起こしそうだね。はい。で、ベタちゃんって、今回やってないんだけど、こうやって指を、ここってやって、ポンってやってやると、関連付けられて、指を持ってきたとこに食べに来るようになるよ。うん。メスちゃんのとこにもちょっと。あ、ああ、いけるいける。あ、来た、上がってきた。ほら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 。あ、大丈夫だ、大丈夫だ。はーい。ご飯は食べるね。あ、おっしゃんがもう。はいはいはい。ご飯でこう気をそらして。うん。よしよしよし。オッケー、こんな感じで、だいたい10粒前後かにゃ、10粒前後あげて、はい、食べてもらってます。ここだよ。よし。オッケー。かかじいチャンネル。そしたら、蓋をして、蓋を上からポンとしたら、この蓋、ちょっと見めてもらおうか。よいしょ。これ、ジェックさんのスリム水槽なんだけど、こういう投入口があって、こっからベタって飛び出しちゃうから、こういう、これちょうどね、ダイソーさんで売ってたブロックに切り分けられたメラミンスポンジなんだけど、めっちゃぴったりサイズ。ほら、完璧。で、奥にももう一個あった、こっちは。これ置く用だ。はい、エアチューブの跡があるんで、エアチューブがある側用で、こっち手前側用、はい、でぴったり、はい、これで脱走を飛び出し防止できるよ。よいしょ、あ、これ戻してからだ。 OK です。はい、ってことで奥は戻してからにしましょう。よいしょしょーしょー、よいしょ、もう食べ終わった。あ、食べ終わったね。早い早い早い。よいしょ、戻して。オッケー。置いたら、奥のスポンジも、よっこいしょ。オッケー。よし、はまった。はーい。ってことで、お二方ともご飯食べ終わって、メスちゃんもほっと一息ついてることでしょう。ぐいっと。あ、もぐもぐしてるね。はい、ということで今回はベタプラカットちゃんの繁殖トライファーストタイム1回目大失敗に終わりました。はい、飼育運動を極めましょうね。そう、カカジーはベタの繁殖も飼育運動、うん、ずっす。さよなら。ぐいっとお元気で。いやー、あー、ちょっとヒレボロってる。いやー、リトライ、また次回。いやー、ぐふ。チャンネル登録はここ、関連動画はここ、
再生リストはここです。よろしくです。